今の俺は誰にも止められん。しなきゃならないんだぞ。力ずくでもお前を大会に連れていく。あらあら、ビルス様ったら完全にお怒りモードのようですね。今のビルス様はまともに相手をしない方がいいかもしれませんね。まあ、もしもあなたが勝てたら完全に諦めてくれそうですけどね。おとなしく捕まれ。まったく、制する。こんな打ち銭にもならないとは違うのではないのか。お前が来ないと、いつまでも仕事に戻るんだ。恨みはないのか。おとなしくしてもらおう。なかなかやるな。世界史の目をつけるだけのことはある。これはまずいね。もう少し鍛えてる。私もこの間に。少しは楽しめるらしいな。残った。おいおい、ベジータ、そりゃねえだろ。混ぜてもらいますよ。おいフリーザー、
あるのはいいけんど、悪さすんじゃねえぞ。もしふざけた行動をしやがったら、この俺様が今まで仕事に落ちる。この俺を舐めやがって。やっぱおめえ強えな。おめえが大会、こうなったら本気でやってやる。後で後悔しても知らないからな。残念、本気にしてやる。私が200万円と勝負を引くか。事情はよくわかりませんが、私が力を貸す理由はないはず。じゃあ、こっちに行きたいぞ。黙って戦え。よっしゃ、好きで行かせてもらうぜ。我が姿は変異、我が姿は変態。どうしてお前がここに存在している。一体何しに来た。神に不可能などない。唯一の可能性である。唯一の存在なのわけがあるからやつだ。結末ありえん。もう終わりだと思った？残念、まだまだこれからだよ。こんなはずじゃ、もっとたくさんの強力なエネルギーを集めなきゃ。ふっ、まだ。あーくそ、わかったわかった、もうお前には頼まないよ。これで第七宇宙が負けでもしたら一生恨んでやる。化けてどこまでも出てやるんだからな。負けてしまった場合は何もかも完全に消滅するので、化けて出る魂も残りませんよ。うるさい。信じらんねえ、おめえ本当にすげえな。